阿ビ子駅、阿ビ子駅は、千葉県阿ビ子市本町2丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。常磐線と成田線、阿ビ子市線の2路線が乗り入れており、このうち常磐線を所属線としている。常磐線に関しては、快速線を走る、中距離電車及び、常磐線快速電車と、観光線を走る常磐線各駅停車が停車する。 常磐線快速電車の一部は、成田線、阿弥子支線との直通運転を行っている。駅番号は、快速と各駅停車で、それぞれ j j 0 8 JL30 が付与される。当駅を現在の場所に誘致したのは、飯住吉雄である。阿弥子に生まれた飯住は、日本鉄道株式会社の鉄道計画を知り、鉄道なくして、町の繁栄はないとの思いから、 資材を投じて用地を提供した。もともと所有していた土地を町外れの原野であった現在の駅周辺の土地と交換し用地を確保した。その後、その用地を日本鉄道に無償提供し停車場の誘致を行ったため、阿ビ子駅の設置が当地に決定した。日本鉄道土浦線の開通と同時に開業した駅の一つである。 島式ホーム3面6線、単式ホーム1面1線の計4面7線を持つ地上駅である。京上駅舎を有している。エスカレーターエレベーター、自動改札機、自動券売機、自動生産機、緑の窓口、営業時間7時19時が設置されている直営駅であり、天皇台駅を管理する。エスカレーターは北口、南口、 ホームとコンコースを連絡するものが整備されているが、エレベーターは北口、南口と改札外コンコースを連絡するもののみ、設置されている。改札口の正面に、高床式のトイレがあり、8番線に向かう通路に、車椅子対応トイレがある。1から5番線、常磐快速線、成田線、6から8番線、常磐観光線定築性の発車メロディが、使用されている。 2017年、平成29年度の1日平均乗車人員は3万1172人で、ある。JR 東日本及び千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅南東方は、かつての水戸街道をアビコ軸であるが、全体的に交通の利便性から、新興住宅地が増えた地域であり、 当駅も常磐線沿線の住宅地もより駅の性格が強く、商業地としての賑わいはあまり感じられない。主要施設がある方面の出口である。ただし、阿鼻子市役所までは離れている。山品鳥類研究所や阿鼻子市長の博物館はさらにその先である。南口から国道356号、旧水戸街道に通じる県道195号はかつて、 停車場通りといい、大正期から昭和初期には旅館が10軒ほどあったほか、東葛銀行のほか多くの商店が古くから立ち並び、町の中心部として栄えていた。1973年、昭和48年より駅前土地区画整理事業が始まり、当初は京城駅舎と直結する高層商業ビル構想が計画されたが、地権者の一部に同意を得られず、 1984年、昭和59年3月18日に計画を断念した。その後も区画整理を進め、1999年、平成11年3月25日に、現在の南口駅前広場が完成した。北口が整備されるまで、バスやタクシーの乗降口は南口にしかなく、駅の北側に向かうバス路線も南口から発着していた。北口は、 上磐線の複々線化に伴う駅舎建て替え時に開設され、踏切閉鎖に対応するため1970年、昭和45年12月13日から駅構内の自由通路として新駅舎より先行して使用を開始した。それ以前は駅付近にあった九十九踏切、南飯塚踏切、第四浜街道踏切を利用して迂回していた。北口開設後も、 太陽神戸銀行、現在の三井住友銀行の他は、店舗は数軒あるだけで寂しく狭い道路面下、駅前だった。区画整理による駅前が整備されるまでは自転車の利用者が多く、路上放置自転車700台によって、車の走行が困難な状態だった。<laughs> 1973年、昭和48年から始まった再開発計画が進展し、 駅前広場の完成や駅前の雑居ビルが建設されたのは1997年、平成9年以降で国道6号へ接続する道路も整備された。駅からわずかに離れたところから北方向に新興住宅地が広がる。かつては駅から少し離れたところに日立世紀の本社があったが2004年に破産し、跡地には大型マンションが建設された。 阿ビコ市内各地や柏市伏せ、湘南地区方面への路線バスなどが発着する。以前は関東鉄道バスや東部バスが阿ビコ駅に乗り入れていたが、現在は万道自動車と市民バス、アビバスが発着してる。アビバスは阿ビコ市からの委託を受けて万道自動車が運行しているコミュニティバスである。南口発着の系統は複数あるものの運転日や時間帯、 本数が限られているものが多く、基本的には、手賀沼公園を経由し、千葉県道8号船橋阿鼻子線を北上して、国道356号に入り東阿鼻子方面に向かう系統、国道356号第一小学校を経由し、千葉県道8号船橋阿鼻子線を南下して、湘南地区に向かう系統の二つに対別される。両系統は、 市役所付近の千葉県道8号船橋阿孫湖線で交差するように行き違う目、どちらを利用しても市役所に行くことができる。売店は大正期野口駅売店が営業していたが、昭和になってからは弥生県が営業するようになった。戦後しばらくの間、弥生県は駅弁の製造販売を中心にしていたが、複線化と電化により都内への利用者が増えて、 立ち食い店の売り上げが伸びるようになり、昭和50年頃には、駅弁よりも立ち食い店が主流となった。平成初め頃、立ち食い店の新商品として、玄骨大の唐揚げを始めたことから、唐揚げそばに人気が出て、看板商品となった。これを目当てにわざわざ当駅を訪れる者も,もいるほどで、ある。また、2000年代に入ってからは、各種メディアで取り上げられることも多くなり、 店内にその記事が検出される場合もある。弥生県は、昭和16年から昭和21年までの一部の、期間、山下清、当時は、無名の青年が、住み込みで働いていたこともあり、そのことを示す、緑色の釣り看板が一点に番線ホームの、柏より六号店に存在した。現在は、工実するリニューアルにより、工実する駅弁の掛け紙と山下に関する、 説明文が記載された看板が入り口に設置されている。2017年10月5日に1.2番線ホームの天皇台より8号店がリニューアルオープンし、売店と立ち食いそば併設が立ち食いそば専門に一新されたほか、スイカなどの交通系 IC カード決済も対応するようになった。2018年には前日の6号店も同様のリニューアルを行った。 なお、弥生県は、阿鼻子駅と隣の天皇台駅、快速ホームのほか、のれんわけの、阿鼻子弥生県が新京成電鉄新京成線の、五甲駅、西口と新津田沼駅、上りホームにある。明治、大正期から岩田屋弁当店と駅前料理店だった、コーノスが駅弁を販売していたが、昭和初期に、コーノスが廃業し太平洋戦争の開戦前頃に、 岩田屋が廃業した。コーノスを引き継ぐ形で、1928年4月から、弥生県が、弁当販売として、営業を開始した。駅弁の掛け紙として、山下清氏に製作を依頼し、阿ビ子駅の風景、トンネルがある風景、県立手賀沼公園の3点が作成され、1960年から順次使用された。掛け紙には、僕が働いていたところです。 味はいかがですか山下清と書いてあった。映画、ドラマで山下清が駅弁の立ち売りをする場面があるがこれはフィクションであり、1951年に出発した山形、新潟への旅の途中で本人は駅弁を売ることができないので洗い物やお使いや弁当を詰めたりする仕事をしていたと述べている。伏線電化に伴い停車時間が短くなったなどの 要因で駅弁の販売量が減少したため、立ち食い店に主軸を切り替え1983年、ごルに販売を終了した。駅弁の掛け紙は、山下の絵描き下ろしである。2009年、平成21年1月、東京都新宿区の京王百貨店において行われた、元祖全国有名駅弁大会において、お弁当、幕の内弁当が復刻販売され、 山下掛け紙が期間限定復活した2009年時点で、やよい県は弁当製造をしていないため監修のみに携わり、実際の弁当製造は、無我が行った。かつては急行、森岡、時は、奥久慈が停車した駅であった。その後は、特急、日立、フレッシュ日立も停車していたが、2005年、平成17年7月9日のダイヤ改正で、 千葉県内柏駅停車に統一され、特急の停車駅ではなくなった。その後も、特急と同じ車両を使用した、臨時急行列車、ぶラリ、鎌倉号、現在のぶラリ、横浜、鎌倉号など、和東駅に停車していたが、現在は停車駅ではなくなり、大方は柏駅や鳥出駅停車に統一された。舞浜、東京米エリア号については、12月3月の、 運転時は継続して停車しているが、茨城県民の日、毎年11月13日に運転する、ワクワク、舞浜号は通過する。2015年3月からは、上野東京ラインの開業に伴い、東駅発着の臨時特急、踊り子が、伊豆急下田駅まで毎週末に運行され、久しぶりの特急停車駅となった。データイムに上下各6本運行している。 特別快速も当駅には停車しない。しかし、上りは北千住で、下りは松戸で快速と接続するため、乗り換えることにより、日暮里、上野と当駅間の所要時間を短縮切る場合がある。なお、阿弥陀市では、特別快速の当駅停車を求めている。ただ、仮に特別快速を当駅に停車させるとなると、北千住駅当駅間は、 快速線の4駅に連続で停車することとなる。各駅停車の大部分の列車は当駅が始発、終着で当駅より鳥出駅まで乗り入れるのは朝夕の一部列車のみである。当駅天皇台間には車両基地の松戸車両センター、阿鼻子発出所があり、当駅側より入線可能な構造になっている。常磐線快速、各駅停車、 直通先の東京メトロ所属6000系、または1万6000系の平日の中流地や、小田急電鉄所属4000系電車や管流地を含む、成田線安倍子支線で運用される車両の一部がここに入庫する。松戸車両センター、安倍子発出所の最寄り駅であることからで、入庫を兼ねた、当駅始発、終着列車がある。戸方面からの列車では、 土浦取出関西州の普通列車は、終着後あたりところへ入港、翌朝出港して、東駅始発の高萩港となる。他に、快速の取手までの改装がある。各駅停車には東駅発取出行きの電車が、平日の朝に一本あり、これも、実質的には、改装に近い。なお、この電車は2017年10月14日現在の、常磐線で、 最短距離の旅客営業列車である。また、成田線直通も含む快速は一部当たり駅で、増、解決を行う場合がある、重量15両への、増結と15両重量の切り離し。なお、増、解決となるのは11から15号車、鳥で、成田よりの5両である。ただ、2008年現在のダイヤでは、快速は15両編成での運転が多数、成田線は10両、 または五両編成となっており、像、解決の機会は減少した。東日本旅客鉄道アビコ編電車は、当駅北口の線路脇にあり、常磐線と成田線に電気を給電している。記念線は全部で十一本あり、快速下り、柏方、快速上り、柏方、快速上り、取出方、快速下り、取出方、観光下り、柏方、観光上り、 柏しわ観光上り、鳥出方観光下り、鳥出方、快速車庫線、観光車庫線、成田線に分かれている。大阪府大阪市住吉区には、同名の大阪市高速電気起動未動筋線に、阿びこ駅がある。ただし、案内上は、阿びこ駅と表記される。また、近隣には、阿びこ町駅など、阿びこを含む、名前の駅があり、いずれも、当地の、 アビコ観論に由来する。当駅の駅名は、知らないと読めない、南独駅と定義することもでき、国鉄監修交通公社の時刻表では1965年10月号の、紙面改善として国鉄前駅名へのひらがなが、閉記されるまで、欄外に、南独駅として、ひらがなが書かれていた。JR の入社試験に出たほどであるが、直通運転により、 東京メトロ千代田線の都心部の駅を含めて行き先として当駅名が案内されるようになり、さらには小田急線への直通運転を行っていることもあり、茨城県から東京周辺、神奈川県まで広域にわたりその読みは知られている。駅構内のバリアフリー化事業として2010年度末までに構内エレベーター、多機能トイレが整備される計画であった。 阿ビ子市は2007年7月17日、バリアフリー化に合わせて、駅舎の改修及び駅内の自由通路整備についての協力を JR 東日本に要請した。2007年8月、市では自由通路整備計画を公表し、市民の意見を募集した。計画案では改札の正面、トイレ部分に改札と同じ幅のコンコースを柏寄りに増築し、 各ホームに伸びる通路に階段及びエレベーターを設置する。また、駅事務所及び券売機を改札脇の友人窓口に隣接する形に移設し、自由通路を拡張する内容であった。2009年7月、市は自由通路幅などの見直しを行った修正案を示し、2回目のパブリックコメントを行った。2010年3月になって、 JR 東日本の減収による慎重な対応と市の財政面を理由に延期することが発表された。2012年9月現在協議中で設置時期は未定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。